東大あるある。授業がガチ。これありますよね。東京大学の先生方は、かなり研究を熱心にやられている方が多いので、中にはノーベル賞候補者ぐらいのものすごく偉い先生もいらっしゃるんですよね。だからその授業の終わりの方とかは、ノーベル賞に匹敵するような研究の内容についてお話しくださってるんですよ。でもやっぱり大学1、2年生の頃とかは、まだ勉強に身が入ってない頃で、基礎的な知識っていうところが抜け落ちてたので、ありがたみっていうものがわからないっていうか、ちょっとその研究の内容まで話はついていけなかったんですよね。やっぱりそういった授業についていけるためにも、基礎をしっかりと大事にしていかないとダメですよね。そんな時に数学基礎もしました。基礎もしました。はい。はい、どうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。はい、今回は数学基礎もしました第2弾ということで、定義は大事というテーマを扱っていこうと思います。今回扱う問題はこちら。円周率が 3.05 より大きいことを証明せよ。2003年東京大学の問題ですね。はい。すごく有名問題ですよね。π が 3.05 より大きいと。実に簡潔で、かつ奥深い問題だと思うんですけど、皆さんどうやって解こうと思いますか？ π っていうものは、3.141592653535…で、続いていくものだ。ということで、3.05 より大きいことが示された。今回こんな感じで証明してきましたが、どうでしたか？動画が良かったと思う方は高評価、コメント欄、お願いします。はい。というわけにはいかないですよね。あ、もちろん、円周率の値を知らない前提でそれが 3.05 より大きいことを示せっていう問題なんですよ。つまり、円周率っていうのは何者かっていうことをしっかりと考えた上で、その何者かに従って 3.05 より大きいことを示してあげなきゃいけないわけですよね。という問題ですと。で、これは実に東大らしい問題ですよね。っていうのも、東大は過去に三角関数の加法定理を証明せよっていう問題を出したり、結構定義とか、あとその公式とか、そいつらについてよく本当にちゃんと理解していますかっていう問題を問うてるわけなんですよ。じゃあ今回の方針としては、円周率 π の値を評価したいんですよ。これで 3.0 より大きいことを示せと。どうやってするか。数学基礎ましまし第1弾。前回の復習。π って何者やねん。これをみんなで言ってください。π って何者やねん。はい。π って何、π って。はい。ということで、π って何者やねんと。皆さん言ってくれたと。要は登場人物、この π っていうものを扱う以上は、 π って何者なのかしっかりとそいつについて分析してあげるということが必要なんですよ。じゃあ何者かというと、 π は円周と直径の比ですね。これが定義だというわけですよ。この円周と直径の比なわけなんですよ。で、要はこの円周と直径の比それぞれ、例えば半径が1だった時の円周の値を求めればいいということなんですけど、円周の長さこれ分かんないですよね。っていうのも π があればもちろん分かるんですけど、今回 π っていうものを評価した以上、 π が 3.14 っていうことは使っちゃいけないんですよ。だからその π っていうものを封印した状態で円周の長さを求めるっていうのは、まあおそらく無理だろう。で、今回は π っていうものが 3.05 より大きいと下から評価してあげるというわけなので、今回したいことは、円周と直径の比、これを下から評価する方法を考える。これを考えればいいので、円周より短くて長さが求められるもの、こいつを使ってあげることで、しっかりと π を評価してあげるってことができるわけなんですよ。まあ、わからない方は、例えば、円に内接する正六角形について考えてあげましょう。そうすると、円周と直径の比、こいつを求めてあげるのは難しいから、正六角形の周の長さと、直径の比って考えてあげると。その正六角形の周の長さだったら求められそうですよね。具体的には、半径を1とすると直径は2だ。で、この各三角形が正三角形ということから、一辺長さ1。で、周の長さは6になると。で、直径が2。で、正六角形の周の長さは6になるので、もちろん π っていうものは2分の6より大きくなると。だから3より大きいことが示せるわけなんですよ。ただ、π が3より大きいことを示せても、今回示したいのは π が 3.05 より大きいことなので、不十分なんですよね。ということで、もうちょい必要と。今回は、正六角形よりさらに厳密な正十二角形で評価してあげようという話ですね。つまり、今回はこの円周っていう部分を正十二角形で下から評価してあげると。正十二角形の周の長さで下から評価してあげると。で、半径を例えば1とすると直径が2で、あとは正十二角形の周の長さを求めてあげればいいので、まず正十二角形の一辺の長さ、ここの長さ L を求めてあげようっていう発想に至るわけなんですよ。この長さ L どうやって求めるか。はい。余弦定理、三角関数の利用、図形の工夫、この3パターンを紹介しようと思います。はい。丸1、余弦定理の場合は、ここの三角形で余弦定理を使ってあげると。この中心角が30度。なので、この L の2乗っていうのは、1の2乗たす1の2乗引く 2×1×1× コサイン30度というわけですね。で、コサイン30度はもちろん2分のルート3。なので、L っていうものは、ルート2マイナスルート3になると。1の2乗たす1の2乗で2。で、2×2 分のルート3、ルート3でマイナスルート3と。
ということですね。で、これ二重混合になってね、仮に外してあげるとしたら2分のルート6マイナスルート2になるわけですよ。二重混合の外し方の復習一応しておきますが、ポイントはここに2を作ってあげることでしたね。ここに2がないと始まらないと。ここに2がないから2分のっていう形で無理やり2を作ってあげるっていうのがポイントだというわけですね。あとはここに着目してあげると、はい、ここに着目してあげると足して4かけて3となるような2つの数字を見つけてあげればいいから、それは3と1ですよね。ということでイコールルート2分のルート3マイナスルート1という感じになるので、2分のルート6マイナスルート2が答えというふうになるわけですね。こうやって二重混合を外すということをしっかりと復習しておいてください。ということで L は求まりました。これが余弦定理の場合です。次、三角関数の利用をする場合、これは今赤で囲った部分の三角形が二等辺三角形であることを利用して、ここに垂線を引きますと。そうするとここの角度は15度になると。で、ここの三角形直角三角形なので、この半径が1の時、この L の半分に対応する部分が sin15 度になりますよね。ということで L の値は 2sin15 度ということがわかると。あとはこの値を求めてあげればいいということで、この sin15 度をどうやって見るかっていうのは、まあ、2パターンありますよね。2分の30と見てあげる場合と 45-30 と見てあげる場合、この2パターンを押さえておけばいいと。で、この sin2 分の30度を半角の公式を使ってあげると、このルート2マイナスルート3になりますし、で、sin45-30 度を加法定理を用いて求めてあげれば、2分のルート6マイナスルート2になることが簡単に確認できるので、ぜひやってみてください。ということで、今、丸1、丸2、次、丸3の図形の工夫をする場合、これは、この三角形において工夫すると。ここは中心角15度ですよね。こいつを抜き出してあげたのがこちらになりますと。ここの角度が15度の直角三角形。で、ここの長さが1ですよね。半径に対応するので。じゃあ、この長さを、これを元に考えてあげると、ここに今補助線を引くと。いうことを考えます。この補助線、どういう補助線かというと、ここの長さとここの長さ同じ、ここからここまでの長さとここからここまでの長さが同じ、二等辺三角形になるような補助線を引いてあげる。そうするとここの角度は15度になりますね。そうするとここも30度になることがわかる。で、ここ直角三角形で30度と60度になっていることから、2対1でルート3の直角三角形になるわけなんですよ。ということで、ここを A とすると、ここは 2A と、でここはルート 3A となるわけ。ということで、ここは二等辺三角形から 2A ということがわかり、この全体は2プラスルート3の A になるので、あとは全体の中で三平方の定理を使ってあげればいいですね。1の2乗イコール A の1の2乗プラス2プラスルート3の2乗というわけなんですよ。ということで、A イコールルート1プラス2プラスルート3の2乗は、2の2乗が4、ルート3の2乗が7で、あとは 2×2× ルート3の4ルート3をやってあげればいいので、こうなると。あとは点点点と計算してあげて、4分のルート6マイナスルート2になるんですよ。ということで、この A の長さが分かった。A の長さっていうのはここですね。で、もちろん L の長さっていうのは 2A なので、2分のルート6マイナスルート2。これがさっき求めた値と同じになることが分かりますと。こんな感じで、丸1、丸2、丸3の3パターンの方法で L を求めることができました。で、このように別解ってたくさんありますよね。同じものを求めるものって。で、他の問題も結構別解がたくさんあったりするものがあって、で、中には別解が多いと、あ、こういう方法もあるのか、ああ、もうなんかたくさんあってわかんない、わけわかんないって放棄しちゃう方がいると思うんですけど、その別解ってものは基本的には最低限だけ抑えれば十分なんですよ。今回で言うと、余弦定理と三角関数の利用、これぐらいで抑えておけば十分ですかね。余弦定理っていうのは基本的に三辺と一つの角についての条件式ですよね。今回は二つの長さが分かっていて、残り一つの長さを求めたい。三辺に関すること。で、かつ角度が一つ分かっている。っていうことから余弦定理を使う。これだけですよね。同じように三角関数の利用っていうものは、sin15 度。要は二等辺三角形っていうものがあるから、垂直に下ろしてあげて角度が分かると。だから sin15 度っていうのは一発で分かって、 sin15 度は加法定理を用いて求めてあげる。こういう流れはよく他の問題にもあるもんですよね。だからこの丸1丸2については基本的なパターン化できる問題、そのよくある問題で、かつ他の問題に応用が効くような解き方なんですよ。一方で丸3の図形の工夫っていうのは、今回の15度のやつ、あとは 22.5 度とか、はい、22.5 度の場合はこうやってここが二等辺三角形となるような補助線を引いて 22.5 度を45度と、で、あとは1対1対ルート2で、ここもルート2になるということから、ここはルート2たす1と1で三辺を手に使ってっていう風にできるんですが、要はこういうパターンでしかないですよね。で、こういうパターンどうやって使うか、数学って面白いなっていう風に思ってもらうために使うんですよ。はい、図形の工夫とかは
あ、sin22.5 度とかって普通加法定理とか余弦定理とか使ってうまくやってあげなきゃいけないのかと思ったけど、こういうちょっとした工夫で求められるんだ、誰でも数 1A の範囲で求められるようになるんだっていうような面白さ、こういう面白いんだな、こういうアプローチがあるんだ、こういう見方ができるんだっていう新たな視点を広げてあげるためのその面白いツールとして用いてあげたらなと思います。1、2みたいな解き方はしっかりと他の問題にも生きるのでパターン化してあげるということで、話を元に戻すと、今回は π が 3.05 より大きいことを示したいと。で、π っていうものは円周と直径の比だけれども、それじゃ評価できないから、正十二角形と直径の比、正十二角形の周の長さと直径の比、これで下から評価してあげるっていうことをしてあげると。で、今回直径は2と。で、正十二角形の周の長さは1辺の長さ L の12倍で 12L ですね。つまり、その比は 6L なんですよ。だから L の6倍。ということから、π っていうのは L、この2引くルート3のルートの6倍よりも大きいということが示されたわけなんですよ。で、あとは今回示したいのは π が 3.05 より大きいことを示せっていう問題なので、こいつが 3.05 より大きいということを示せば、ダイヤが示されますね。ということで、この証明をしてあげればいい。どうやればいいか。このルートの中にルートがあってみたいな。ルートって厄介ですよね。だから、ルートを外すために2乗すると。左辺の2乗引く右辺の2乗をしてあげて、うまく整理してあげればこんな感じになると。これは36(2)マイナスルート3ですよね。これ2乗してあげると。で、3.05 の2乗。これも実は暗算で 9.3025。一瞬で求められると。インド式計算みたいな感じなので、別の動画でお話ししようと思うので、これはこうご期待ください。まあ、3.05 の2乗は暗算で 9.3025 とサクッと求められると、36×2 の 72-9.3025 で 62.6975。引く36ルート3。で、ルート3って値をさらに考えてあげなきゃいけなくて、よく人並みに汚れや 1.732050.8 点点点みたいな感じで覚えてあげてる方が多いと思うんですが、はい、これのルート3をそれで評価してあげると 62.69 6975を69で評価して、ルート3を 1.74 の方で、要は 1.73 点点点っていうところをちょっと多めに取ってあげれば、それより大きいよってことがわかるわけですよね。ということで、これで下から評価してあげると、こいつを計算すると 62.64 になるので 0.05 と。で、これが0より大きいということが分かると。だから、こいつは0より大きいことからこれが言える。そのため、π が 3.05 より大きいことも示されましたよっていうことなんですね。はい、こんな感じで証明してきました。まとめると、π が 3.05 より大きいことを示すために、π って何者やねん、円周と直径の比。ということで、円周と直径の比っていう具体性のあるものに置き換えることができた。その後で、じゃあ円周っていうものを求めることはできないから、で、しかも π が 3.0 より大きいってことから、下から評価してあげるってことを考えれば、π っていう円周をよりちょっとちっちゃいものを考えてあげて、で、それを実際にその周の長さで考えてあげる。それが正十二角形だったわけですよね、今回は。で、一応、今回は正十二角形で証明しましたが、正八角形でも同様に評価可能なので、ぜひ挑戦してみたらいいかなと思います。で、ちなみになんですけど、下から評価できれば正多角形である必要はないんですよ。どういうことか。今、半径が5の円を考えますね。で、こんな感じで3、4と4、3の点を取ってあげれば、まあ3対4対5の三角形考えてあげれば円周上にあると。こういう感じで書けると。そうすると、これを第一象限だけじゃなくて、第二象限、第三象限、第四象限についてもやってあげれば、十二角形になりますよね。正十二角形じゃなくて十二角形になると。で、これを用いて評価することもできるんですよ。そうすると、ここの長さは X 座標の差が3、Y 座標の差が1なので、ルート10と。ここは、ルート2と。ここはルート10と。いうふうに求まって、そうすると2ルート10プラスルート2っていうところがすぐ分かって、それが4方面にあるわけですよね。その4倍。で、その、今回は半径が5で考えてるので、直径は10と。いうことがわかるので、直径10とこの 4×2 ルート10足すルート2、この比を求めてあげて、それより π が大きいよっていうことを示してあげると。であとはそれを 3.05 を用いて評価してあげるっていうこともできるわけなんですね。こんなん思いつかないですよね、普通は。で、思いつかない。だからこれ別解で、こんなん思いつかないよわーっていうふうになるんじゃなくて、これは別にいいんですよ。思いつかなくていいと。正十二角形、普通正多角形で考えたくなるの当たり前なんで、こうやってちょっとあえて乱してあげるっていうことは考えなくていいんですよ。じゃあこれはどういうふうに用いてあげるか、数学って面白いんだなっていう方法でしっかりと捉えてあげるわけなんですよ。こういうふうにやって、あ、こういうのは思いつかないな、数学って面白いな、こういう発想ができるかっていうのがすごく重要になってくると僕は思いますね。ということで、まとめると、登場人物全員が何者であるかをしっかり分析する。お前って誰やねんっていうことをしっかりと押さえてあげると。で、その時に定義を大切にしようっていうことも押さえておいてください。
解き方が複数ある場合は最低限抑えれば良いと。最低限数学の他の問題に拡張できる解法だけをしっかり抑えればよくて、あとは数学って面白いんだな、あ、こういう解き方もあるんだ、こういうアプローチもあるんだっていう方を、っていう感じで、余力がある方はその数学の面白さについて触れてるっていう機会を別回で確認するということですね。そんな感じで今回は問題、π が 3.05 より大きいことを示せという問題を扱ってきました。2003年東京大学で、次回レベルアップ問題、π が 3.141 より大きくて 3.142 より小さいことを示せ。π っていうのは 3.141592 点点点ということで、この間にあるわけなんですが、これを示してくださいという問題ですね。これを解説していこうと思います。ただ基本的に挑戦してみてくださいって普段言うんですけど、これ挑戦してみるのはなかなか厳しいと思うので、正多角形で評価するっていうことが今回うまくいかないと、まず無理だと僕は思うので、はい、これを示す、どうやって示すのかっていうのはぜひ楽しみにお待ちください。近日中公開するので、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。